ノアのジュニアタッグリーグの頂点をつかめるか。リーグ最終戦の今日、優勝の可能性があるのは3チーム。8年10の GHC ジュニアタッグ王者、金丸鈴木虎太郎組、8年8の2位タイは前回覇者健太石森組、そしてこの中島 MC 組です。この次の試合は金丸鈴木組と健太石森組の直接対決ならば、この中島と井伏が優勝するにはこの試合にまず勝つことが絶対条件です。あとは次の試合の結果を待つのみ。その手で希望の扉をこじ開けることができるか。中島井伏、団体の垣根を越えたタッグが今ノアのマットに立ちました。ブラザーズ、もう優勝の可能性はありません。しかし世界を股にかける兄弟タッグのプライドは若い2人の前に高い壁を作り出します。ジェイ・ブリスコ、マーク・ブリスコ、かつて GHC ジュニアタッグ王者に輝く ROH のタッグ王座も4度体感。パワーの兄ジェイ、空中殺法の弟マーク、どのタッグよりも強い絆で結ばれた2人が中島、井伏、ドリームタッグの優勝の目を罪にかかります。ブリスコブラザーズ、去年に続き2年連続出場です。日テレ杯争奪ジュニアヘビー級タッグリーグ戦、公式戦30分一発勝負を行います。ラウコーナー200ポイント井伏コーター、市長のように武道館に舞う井伏コーター、215ポイント中島勝彦、全ては優勝するために勝つしかない中島勝彦。中コーナー215ポイントマーク・ブリスコ、世界のタッグ屋が意地を見せます。弟マーク・ブリスコ220ポイントジェイ・ブリスコ、中島いぶしに優勝はさせない兄ジェイ・ブリスコです。日テレ杯争奪ジュニアヘビー級タッグリーグ戦、公式戦30分の一本勝負、ついに最終戦、公式戦を迎えました。3勝2敗1分け、現在7点4位のジェイ・ブリスコ、マーク・ブリスコ組、対する4勝2敗勝ち点8、2位は青コーナー中島いぶし組です。青コーナー DDT のイブシが先発、赤コーナーは兄のジェイが先発になりました。今ゴングを聞いたジュニアタッグリーグ戦、ハンドコンタクト、バックを取ったのはジェイ・ブリスコ。そのジェイの左腕を取っていきました DDT、 イブシコータです。反転して距離が空いた、もう一度組み合う、足を取ってジェイ・ブリスコが1回転、スピードを増していく、ホイップした逆水平、ミドルキックで応戦はイブシ、足をかけてテイクのドロップキックかわした、サッカーボールキックもかわした、緊張感、拍手によって武道館で勝ち出されました。さあ、そして互いのタッグパートナーが変わります。赤コーナーマーク・ブリスコ弟、青コーナーはケンスケオフィス中島勝彦です。力比べにはいきません。蹴りを捉えた、背中に蹴りを見舞っていく弟のマーク・ブリスコ、立ち上がった、蹴りならばとお返しの中島勝彦、もう一度同じ応酬、やられたらやり返すという2人、負けず嫌い、意地の張り合いを序盤で見せます。蹴りをぶつけたい、今度は張り手、ローリングソバット、中島ストマックに聖剣突き一発、レッグラリアットを見せました中島勝彦。一発一発
一つ一つの技に大きな拍手が送られます。日本武道館です。再びタッチが交わされました。青コーナー DDT の井口浩太、現在は2位、4勝2敗8点です。この中島と井口が優勝するためにはまずこの試合に勝利をしなければなりません。そしてこの試合の次に予定されている金丸小太郎対あーとまずはその場に行こうというところ、足の剣山待っていました。さあ弟のマークから兄のジェイにタッチが交わされた。この素早い動きが先に読まれていたという井口浩太、世界の卓球屋です。次に組まれている金丸小太郎組対健太石森組で金丸小太郎組が敗れる、もしくは時間切れ以外の引き分けだった場合に優勝決定戦にもつれ込むことができます。この中島井口組です。このタッグリーグ戦30分の一本勝負、勝てば2点、時間切れ引き分けの場合は1点、負けもしくはその他あらゆる引き分けの場合は0点という腰勘定です。ナックルパート、そして逆水平を見舞っていく弟のマーク・ブリット、場外での鉄柵攻撃、捕まっています DDT の井口浩太です。去年は丸藤とのタッグでこのジュニアタッグリーグに出場、2位と健闘しました。ノアでは見られないような空中技を披露し大きな拍手歓声を受けました。この井口浩太26歳、デビューは4年目です。打点の高いドロップキック放っていきました。と兄のジェイ・ブリスト、このジェイとマークは2007年の1月にノア初参戦、初挑戦で金丸杉浦組を破り GHC ジュニアタッグのベルトを体感した実力者、2年連続でこのジュニアタッグにエントリーしています。強烈な打撃技を見舞っていきます弟のマーク・ブリスコです。このブリスコブラザーズ、兄はパワー、そして弟のマークは空中殺法という非常に得意としています。サードロープに右手をかけましたイブシ、そのイブシを自陣赤コーナーサイドで痛めつけているという弟のマーク・ブリスコ、三角締めのような体勢、頸動脈と、そして脇をも固めていきます。後ろから中島が出てくるか、カットに入るか、イブシはその大きな体を反転させ自らサードロープに足をかけようというところですが、そうはさせません。マーク・ブリスコ181センチ、86キロ、ジュニアではありますが長身のイブシコータです。今反転させ右足がサードロープにかかりました。ロープブレイクです。30分の一本勝負で行われますこのジュニアタッグリーグ戦。タッチを交わしたイブシがジェイ、そしてマークが中島を捉えました。あ、強烈後頭部を打ちつけて、さらには先頭、この辺りの息の合った攻撃を見せますブリスコブラザーズ。30分一本勝負は5分が経過しました。ここまでイブシはなかなか中島にタッチを交わすことができません。苦しい戦いを強いられています。中島イブシ組、優勝のためにはこの試合に勝つことが絶対条件です。あとは次の試合の結果を待つのみ。中島はとにかく勝つしかない、勝って希望の扉をこじ開けるしかない、そう試合前に語りました。そしてこのイブシも戦いを重ねるごとに中島のこのタッグが成長していくのがわかる、そう手応えを感じています。ここまでその空中殺法は鳴りを潜めていますイブシ、そしてなかなか試合の権利を得ることができない中島です。ダブルでの攻撃になりそうだ、イブシ苦しい時間帯、おっとスタソイップ、そしてマークを捉えたローリングソバット、ニュートラルコーナーに振るところを振り返す、さあアート、なんと場外に飛んでいった、場外へのムーンサルト。日本武道館誰一人として予想はしていませんでしたこの動き。さらにはリングの中マークを捉えてスワンダイブ式ミサイルキック、まだ先ほどの攻撃のどよめきが消えません日本武道館。さあイブシから中島にタッチが交わされた、一気に苦しい表情になりました弟のマーク・ブリスコ、赤コーナー兄のジェイが戻ってきました。奇襲攻撃を受けた形になったジェイ・ブリスコです。ならばとブリスコブラザーズ得意のタッグパートナーシップを見せるか、中島にラリアットかわして中島が DDT、 さらにはマークにハイキック捉えた、サイドから側頭部、中島得意の蹴りが
出るようになってきました。対角線上にはエルボーを放っていく、首を取ってさあ前から蹴るか、強烈顔面に蹴りを放っていきました。さあカバーに行く、カウント2つ。あ、そしてフェンス教室北斗晶さんがこの中島克彦の戦いを見守っています。優勝するために選んだパートナー、それがイブシと語った中島克彦。捉えた、流れを止めようという弟マーク・ブリスコ。さあマークから J へタッチが交わされました。今赤コーナーパワーの J、 おーそうローリングエルボー、コーナーで待っていたイブシ、キーで止めて、逆エルボー、ブリスコ捉えた、あとセカンド、そのコーナーパッドに顔面を打ちつけました。 J ブリスコ捉えた、アバランチデスバレー行くところバックを捉えた。中島もこれはエルボーで取り払った、捉えてアバランチデスバレー、 J ブリスコ、さあカバーに行く、勝負を決めるか、カウント2つで返します。中島克彦悔しい表情を見せました。 J ブリスコです。あ、これはカウンター R15、 しかし倒れない J、 ならばとバックドロップを見せました中島克彦です。中島から井口にタッチが交わされた、青コーナー中島井口組、エンジンがかかってきた、繰り返しました。 J ブリスコかわして背中にキック、レッグラリアットを見せた。さあ井口が取るか、2つ右肩を上げました。 J ブリスコ、イブシの飛び技、先ほど場外へのムーンサルトが1つ出ました。スプラッシュあるいはプレスの技を数多く持っているこのイブシコーカ、日本武道館に舞うことがあるか。高速側頭部への蹴りをかわして、あ、1回転かわしたジャーマン飛び蹴り、ローリングソバット、前から顎を蹴っていった、その場で飛んでいく、その場フェニックススプラッシュ、カウントは2つ。これがイブシコーカ、日本武道館がどよめきで揺れました。想像の域を軽く超えてきますこのイブシコーカ。ロープに振り返した、ここでマークの足が待っていました。マリアットかわしてサミング、動きを止めた。さすがにJとマーク兄弟ということもあって非常に気が合っています。 ROH のタッグ、そのベルトを4度巻いたこともあります。もうノアでも同じになりましたこのタッグパートナーです。30分一本勝負、10分が経過しました。さあニュートラルコーナーで弟のマークがイブシを捉えて、なだれ式ブレンバスターを放っていきました。さらには J も狙っている、 J も狙っている、飛んでいったギロチン、高さがある、3メートルは軽くある落差、カウント2つ、右肩を上げました、大きな拍手が送られた。さあもうこの中島イブシ組はこの試合に勝つしか優勝の目はありません。しかしストレッチプラムの J、 そしてボストンクラブマーク・ブリスコ、中島とイブシが動きを止められました。なんとかその脚力で振り払った中島克彦、マークを場外に落とした。J のトラースキックが顔面を捉えた、おっと蹴りを見舞っていきました、全身のバネのようだ、ならばとマークが飛び込んできた、トラースキックは中島だ、蹴りの応酬、4人が台越し、場内の観客はこの瞬間を待っていた、そう言わんばかりの大きな拍手を送りました。現在4位、勝ち点7のブリスコブラザーズ、現在2位、勝ち点8の中島いぶし組、ブリスコブラザーズには優勝の可能性がありませんが、この中島いぶしに優勝の可能性を残すわけにはいきません。さあいぶしが立ち上がりました。いぶしと弟の J ブリス、兄の J ブリスコ、エルボー合戦、顔を好調させている J、 エルボーでそのままイブシをなぎ倒しました。中島はまだ立つことができません。さあ J ブリストがニュートラルコーナー、何
を見せるか。中島が起きた、飛びつき式の R15、ロンダーの式、2人の蹴りが銃を捉えた。マークはまだ場外、さあイブシが気合を込めた、両者サンドイッチ式レッグラリアット。このリーグで初めてタッグを組んだとは思えないが、マークが下で待っていた。 J がイブシを捉える、チップラッシャー、マークが戻ってきた。さあブリストブラザーズサンドイッチ式ラリアット、さらには合体を見せるか。イブシがかわしたが顔面、 J が捉えた。リングの中央、ダウンはイブシ。さあマークがエプロンサイド、 J がイブシを捉えた。中島は赤コーナー、まだカットには入れない。ブームステイディバイスが待っている、ブームステイディバイスが待っている。中島がカットした、そこで逆裏カンダナ。イブシが自らのピンチを打開しました。さあ中島が J を三角蹴りで捉えた。円錐ならばローリングサバットイブシデスロールから美しいジャーマンスープレックスクラッチ。これはマークがカットに入りました。マークを場外へ、イブシが J を捉えた。この試合にもう勝つしかない。さあターゲットを寝かした、ターゲットを寝かした。イブシコータがニュートラルコーナー外を抜いた。あ、これは倒したが、ムーンサルト、ムーンサルト、キャッチした。カウント2つ、カウント2つ。イブシがその悔しそうな表情、次に何を繰り出すか。場外では中島、動きを止められた。J を捉える、 J を捉える。タイガースフレックス85人号というところですが、これはエルボーで打開した兄のジェームスコート。ドラゴンスフレックスフルネルト、カウント勝つ。これでも決まらない、これでも決まらない。もう優勝するにはこの試合で勝つしかありません。中島イブシ、ならばならばこの技で決めてやろうではないか。イブシコータが武道館に待っていく。フェニックススプラッシュ、完璧に決まった。これがブリストブラザーズ、マークのカットが間に合った。手に入りかけた勝利、中島イブシ組優勝へのその一流の望みをつなぎたい。つなぐためには3秒だけ欲しい。その3秒をもぎ取ることができるか。さあ中島が J を捉えた、イブシがマークを捉えた。それぞれのニュートラルコーナー、対角線だ、対角線だ。試合時間は15分を経過した。イブシと中島がこの初タッグが、ドリームタッグが、化学反応を見せるか。いや J が中島を捉えて、中島を捉えてセットした。この距離はドゥームスデイディバイス、イブシを飛び越えた。ならばとイブシがマークと J に一人でかかっていく。中島はドゥームスデイディバイスのダメージがまだある。これからもうたくさんに貢献していく。イブシの持っている打撃を全て見せるが、ラリアットカウント、ジェイブリスト。さあイブシ立ち上がる、カウント2つ。優勝をつかむために中島と組んだ。このリングに立つための意味をイブシは今その脳裏に確認しているが、ドゥームスデイディバイス、世界のタッグやブリスコブラザーズの実力がイブシと中島の夢を断ち切りました。中島とイブシ、リーグ優勝という夢、目の前であと少しのところで儚く砕け散りました。そしてその中島を見守る北斗晶さん、リング台の しかし敗れはしました。優勝はつかみ取ることはできませんでした。しかしこのノアのファン、プロレスのファンに中島イブシというドリームタッグの実力を見せつけてくれました。夢を見せてくれました中島イブシ組。そして優勝の可能性はなかったジェイ・ブリスコ、マーク・ブリスコ、ここで勝ち点2を追加し、9
9点でリーグ戦を戦い終えました。試合時間は16分1秒。ここで優勝の可能性があるのは次の試合に控える金丸鈴木小太郎組、あるいは健太石森組に絞られました。中島いぶし組はこのリーグを8点8で終えました。中島組は得点8で選考室終了でございます。日本武道館から中島、いぶし、J、マーク、優勝はできませんでしたが、この4人に大きな拍手が送られました。今マークが中島と、そして J とも今、J の口がありがとうと動いたのが分かりました。いぶしとマークは握手を今がっちりと、団体、国、すべてを超えてプロレスでつながりました。このマットの上で、このノアのマットの上でプロレスでつながった4人に大きな拍手が送られました。優勝こそ逃しましたこの4人、しかしジュニアタッグ、プロレスの素晴らしさを今一度私たちに教えてくれました。もう一度やろうと今中島の口が動きます。ブリスコブラザーズは8点9でこのリーグ戦を、そして中島いぶし組は8点8でこのリーグ戦を終えました。さあリーグの優勝は次の試合、金丸鈴木小太郎組対健太石森組、この試合の結果に委ねられました。今ドリームタッグと呼ばれた中島いぶしの2人がしっかりと抱き合った。引き上げる中島といぶしに大きな拍手が送られました。